Cierto. そう、今日はサイン会ありがとうございました。ました。やばい、髪がバサバサ。なんで？なんか髪バサバサなんですよ。今日は調子が悪いな、髪の。バサバサ。バサ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 。今日はリボンの服を着てます。前髪が重いよ。重いじゃない、長い。切りません。サインありがとう。こちらこそありがとう。前髪の発音、前髪じゃない。前髪。やん、これも本当は切りたいのにな。むずい。今日さ、せんちゃんにさ、なんかせんちゃんが持っとるアイロンがめっちゃなんか髪がね、サラサラになるなんかアイロンをね、持ってて、せんちゃんが使わせてもらったらめっちゃすごくって欲しいってなった。センちゃん、ももちゃん、一線ももちゃんよ。北極？ちょっと今ゆらさ、このショールーム終わったらね、なんかスタバに行くか迷ってるんだ。みんなどう思う？どう思いますか？私はこのショールームが終わったらスタバに行きたいって思ってるんだけど、どう思う？みんな的に行ったらいいって思う？それともダメって思う？
なんかこっちのまつげがないことによってのさ違和感がさあまりなくなってきたかも。え、迷う、めっちゃ迷う。天気はね別に雨じゃない。マジローさんドラマ100個ありがとう。あ、待って、次ギフト読んでなかった。ヒアリーハットさん音符、もう引かないやそうさん音符、もう引かないやそうさんハートいっぱいありがとう。マスピョンさんもハートいっぱいありがとう。夢のちゃんかわいいありがとう。むちやさんクローバー6個、むちやさんかわいい。しのすけさんお疲れ。かいかいさんかわいいお疲れありがとう。でも今日ねそんなに食べてないんですよ。だからなんかこのまま食べないでおければなんかいいんじゃないかなみたいな。スタバに行けない理由、行ったらなんか飲み物だけじゃなくてケーキとかまで買っちゃいそうで、てかそもそも飲み物を飲むのも迷ってるんですけどね。迷う。それかもうあの黙ってコンビニに行ってもうなんかサラダとか買うか。黙ってコンビニ行ってもうサラダとか買ってもう静かにお家に帰る。でもどうしようかな、どうしよう。土曜日だから特別本当。ゆら土曜日じゃなくてもなんかもう特別って思って食べてるよ。迷っちゃう。でも明日も抽選会あるしさ。そうだよ、サラダだけじゃ済まない自分がいる気がして。でもめっちゃこういうとこでね優柔不断出る。なんかねでもなんかこれでさ買って食べちゃったらなんか後で罪悪感になるのかなとかね。スタモンチーズケーキうまいよ、知ってるよ、美味しいよね。あ、そうそう、ドトールも迷ってる今。スタバに行くかドトールに行くか、まあどっちでもいいんだけど、かコンビニに行くか。コンビニはどっちみち行く気がしますけど。迷いますね。優柔不断なの AB って。 AB って優柔不断？いやめっちゃ優柔不断です。どうしたらいい？なんか昔は優柔不断じゃなかったんだけど、なんか最近やばいんですよね、決めれない。近くまで行こうかな、近くまで行って決めようかな。でもなんか我慢できる感じもする今は。行きたいけど行ってケーキとか買って食べたいけど我慢できる気もする。やめよっかな、やめてコンビニ行こう。結局やめてコンビニ行こうかな。やめるんかーいって感じ。いや、ユナはでもなんか豚しゃぶみたいな、なんかセブンのなんか豚しゃぶサラダちょっと食べたい気分にもなってきた。
そっち食べようかな。全然ストイックじゃないよゆら。むしろ甘すぎてダメなんだよ最近。そう、それも美味しそうでしょ？でしょ？それちょっと食べたいなとか思ってきた。あと今日はなんかジムみたいなところ軽くなんか走ったりとか腹筋とかできるところがあるんだけど、そこはマジで家からで言ったら30秒ぐらいで着くんよね、そこに。でもそこに行って運動しようかも迷ってる夜。どう思う？みんな運動したらむくみって取れる？お、ジム今月から復活ですって。運動したらむくみって取れるのかな。そうなんだよね、30秒で着くんだよ本当に。こっから出てだからその豚しゃぶのやつみたいなの食べて運動しようしてお風呂入って寝ようかなとか思ったりしてるんですけど、でも30秒で着くのに行く気になれない、いつも。食後の運動なおいい、マジで。行こうかな。そうするじゃん、今からコンビニ行って豚しゃぶ買って帰って30秒で着くけど準備30秒、まあ確かに。どうしよう、そうしますてかみんな明日母の日なんだよ。今日ココアさんと話したの、ココアさんが明日母の日だよって。母の日だ、5月に入った瞬間にさあ、5月母の日あるなと思ってたんだけど、もう明日なの？と思って、もう明日だって思って、よいしょ、明日だよ。みんなは母の日お母さんにしますか？私はね、2年間、去年何もやってない気がする。一昨年は何かやった気がするんだけど、去年は何もやってない気がして。ちょっと妹と、あ、妹と買いに行こうかな。売ってんのかな、近くに。なんかそういうらしきものはね、分かんないけど。母にお花送った。すごい。そうそう、ランニングマシンとかがあるからさ、そうそう、やろうかな的な。どうしようかな。何時ですか今。ちょっと7時5分になったら終わります。お花屋さん家の近くにないかも。どうやってやったら、あるかな、わかんない、見たことない、家の近く。昔家の近くにシュークリーム屋さんなら
今年はサプライズでママに何かしようかな。サプライズ、うん、サプライズ、サプライズになるんかな、分からん。ねえ、ゆらも母の日去年何もできてないからやろうかな。って思ってます。見てこれ、今日マリーナさんにもらった。いいでしょ。マリーナさんにもらった。瀬戸チャレのステッカーかっこサイン入りサイン入りプラスメッセージ入りだよ。いいでしょう、みんな。でしょう。なんか今日肌白。白く見える、なんで。なんでやん。なんでやん。抽選で1名様に。無理無理、私のです私がもらった。私がもらったんだ。お宝だよ、マジでマジでお宝。今日バリーナさんのところにおってね、一緒に喋ってね。そう喋って、そこでマリーナさんのところにこのステッカーあったけん、したら書いてくれた。で、くれたの、マリーナさん。もう出かけるか決まった？決まったよ、コンビニに行く。コンビニに行きます。スタバは我慢します。スタバは我慢。スタバは我慢しよう。また何かの時までにって感じかな。めっちゃ食べちゃう。えらいね、さすがですねって。違うよ、みんな。ゆらは全然偉くないんだよ急に急にネガティブ。全然偉くないよ。いっぱい食べるもん、いっぱい食べるもん。ゆらだってみんながね、知らないとこでねいっぱい食べてるんだからね。みんな運動もしてないよ、最近全くしてない。みんな偉くないよ。ゆらは偉くないみんな全然偉くないんだから。ゆらもいっぱい食べてるんだから。本当にそうよ。みんなの知らんとこでね、こうやってゆらはね、今ねスタバ我慢しますとか言っとるけどね、そんな一個のことをねやめたところでね変わんないっていうぐらいにいっぱい食べてるから。言わなきゃいいのにって。いや言いますよ、だって
だって言わないとね、みんながゆらのこと偉いって思うから。そう。申し訳ないもん。なんかみんなに嘘ついてる気分になる。なんかゆらちゃんはいつも我慢してて偉いねって言ってもらったら、なんか嘘ついてる気分になるのでね。私は全然偉くない、いっぱい食べてる。7時5分。いや全然楽ないの、ないのないの。ないのよ。7時5分半にはジムに行って、いやジムにはまだ行ってないかな。ジムっていうか、なんていうの、ミニジムだね。